これはめざまし8が入手した事故直後の写真。歩行者が安全に通行するため車道に設けられた迂回路、そこに男性が仰向けに倒れています。今思うと周囲規制線など張っていますが、港区にありますこちらのビルの解体工事の現場で上からコンクリート片が落ちてきて下にいた警備員に直撃する事故が発生しました。昨日東京都心のビルの解体現場で起きた死亡事故。これの多分起こる5分ぐらい前ここ通ってて、今朝通った時もなんか中でガラガラガラっとすごい音で落っこってきてるのが聞こえてて怖いですよね。もうこの辺しょっちゅう通るんで、もう自分の頭上から物が落ちてくるんですよね。ちょっと怖いなとは思いました。昨日午前9時半ごろ、東京港区のビル解体工事現場で外壁のコンクリート片が落下。歩行者の誘導をしていた警備員の横山正典さんを直撃。横山さんは意識不明の状態で搬送されましたが、その後死亡が確認されました。現場で何が起きたのでしょうか。実際に建築計画の方を貼られてますね。着工予定が来年の1月。12階建てのこうね、建物を作ろうとしているということが書いてあります。9月2日からはまあ解体工事と、今週1週間は全て解体工事となってますね。ビルを新築するために行われていた解体工事。私が来たのは8時、そこからもう間もなくもう解体の音がバリバリバリドカドカ音し始めたから、もう工事し始めたから。解体作業は昨日午前8時半ごろから始まったといいます。するとその1時間後、警備員さんの一人が一生懸命誰か来てくださいって騒いでたね。これはめざまし8が独自入手した事故直後に撮影された写真。そこには車道に倒れ込む男性の姿が。事故の瞬間、横山さんのすぐそばにいたという同僚の警備員は。上からなんか、まあ、解体に伴って多少ちっちゃいゴミが落ちてくるので、2人で掃除をしておりました。でちょうど私と打ち合わせをしておりました。こういうものが落ちてくるから気をつけようってことを話をしておりまして、でその話をしている最中に直撃した。コンクリート片の落下の原因について解体業者は現在調査中としています。その一方、現場の取材から見えてきたのは、事故直後のままなのか分かりませんけれども、解体工事の現場自体はこれパネルで全体覆われていまして、3階から4階部分でしょうかね、こう落下物防止のためのパネルもありますけれども、今見ると、まあ、1枚だけ斜めになって、それ以外は全て垂直に壁とくっついた状態になってますね。業界用語で朝顔と呼ばれる落下物防護柵、これが開いていない状態となっていたのです。これはどういう状況なのか。一級建築士の岩山健一さんは、落ちてきてる一昨日ぐらいに台風が来てましたよね。やはり朝顔って開いている状態だと風に煽られるわけですよ。だから強風が吹くっていうようなタイミングではこう閉じておくというのが、これはこれで正しい選択。台風を警戒し閉じられた落下物防護柵がそのままだった可能性があるというのです。今回コミュニケーションがちょっと足りなかったのではないかというふうに考えます。朝顔を開く前に中でね、解体が始まっちゃってたと。歩行者も巻き込まれる可能性があった痛ましい事故を防ぐことはできなかったのか。この後現場から中継でお伝えします。
事故から一夜明けまして、周辺広い範囲で敷かれていました規制線は今解除されました。で、実際にこちら昨日解体工事が行われていたビルになりますけれども、昨日はここ下にあります歩道は通行ができない状態で、車道にパイロンを設けて、まあ、迂回路を作って、で、その歩行者のための誘導に当たっていたのが今回被害に遭った警備員の横山さんになります。で、同僚の方の話ではちょうど午前9時半ごろにこの辺りで、上からちょっと何かゴミが落ちてくるねという話をして、この辺りの清掃活動をしていたところ、ちょうど5階あたりでしょうかね、だいたい15メートル以上あるようなところからコンクリート片が突然落下して、まあ、本人に直撃、その後病院で死亡が確認したという形になります。で、本当にそういったものを防ぐための落下物の防護柵、まあ、業界用語で朝顔というらしいんですが、青いパネルありますが、今もこれ閉じたままの状態とはなっているんです。で、本当にここから数百メートル離れた後ろに同じ、これビルの壁の補修工事をしている現場になるんですが、そこもですね、この朝顔、落下物の防護柵設けられているんですが、谷谷さん見えますかね、しっかりこう角度を持って歩道の上の部分に開いてますよね、はい、うん、あれがもちろん本来の形ということ、はい、で、専門家の方もですね、やはり作業中、工事中というのは必ずこれは開いておかなければいけない、ただ台風であったり大雪の際には逆に開いておくことは危ないので閉じたりすることもあるということなんですが、今回の現場、実際に解体業者の方に直接話を聞いたんですけれども、午前8時半から作業は始まっていて、事故の起きた午前9時半のタイミングではこれ全て閉じた状態だと、つまり工事が始まって1時間近くはずっと閉じたままの状態だったということで、まあ、なぜこういったことがあったのかも含めて今調査中だということですね。ちなみに吉行さん、この朝顔というのは作業中だけ開けとくんですか、作業終了したら毎回夜になったら閉じるものなんですか、でもずっと基本開けとくものなんですか。もちろん現場その時の天候状況によってもなんでしょうけど、基本的にはもちろん作業をする際に必ず開けておかなければいけないもの、やはりちょっとね、下の方構図特殊でこうピンがあったりするんですけども、開いてピンをまた入れてという、結構やっぱり開いたり閉じたりするのも大変なので、ちょっと悪天候でない限りは周辺見ましてもやっぱり作業してないビルも開いていますので、作業してない時も開いているというビルもありますよね。ちなみに今日というのはその解体作業をやってるんでしょうか。そうですね、7時前ぐらいから周辺取材してますが、今日はちょっと作業員の姿はなく、こちらで入り口ありますが、ちょっと鍵かかった状態なので、現状ちょっと作業の方はストップしているのかなという印象ですね。落下時っていうのはどなたかが作業したのが誤って落ちたのか、それとも作業中で弱くなったものが自然落下したのか、そこはやっぱ分かってないんでしょうかね。そうですね、そこのあたりも含めて、ね、解体業者の方に何度も確認したんですが、あくまでも調査中ということで、ただこれパネル周り全体覆われているんですけれども、はい、パネルと実際の足場の間って専門家の話ではこれ80センチぐらいあるそうなんですよ、うん、なので何かちょっと間違えて何か手から落ちたぐらいの衝撃じゃこのパネル突き破らないので、うん、相当中でよっぽどの衝撃があって、そうでもない限りはコンクリート片は落ちてこないということですよね。吉行さん、ありがとうございました。大空さん、もっとずさんな解体現場なんかもっとあるじゃないですか。あそこまでしっかり囲ってあったとこういうことが起こる、これも気をつけなきゃいけないですね。そうですね、通行人の方もそうですけど、やっぱり今回警備をされていた方が亡くなったっていうのは、やっぱこれはすごく重い話ですよ、うん、やっぱそれだけ普段もういろんな今工事現場に、ね、通行規制をかけたくないから、はい、警備員さんを、まあ、配置をして、そして、まあ、少しちょっと迂回させて、とりあえずもう歩行者通すみたいなことをやってるわけですよね、はい、うん、でもそのリスクを背負っているのはやっぱこういう警備をされている方なわけですよ、うん、やっぱりそのことをみんな認識しなきゃいけないですし、同時にじゃあパネルがある、でこういう朝顔がある、だから人も通すんだっていうことにもやっぱりなってると思うんですね、うんうん、だからそれはもう絶対安全なものではないということが今回の事件でも分かってるわけです、そうですね、今回の件でも、ね、分かったわけですから、うん、そのあたりもやっぱり再認識しなきゃいけないと、うん。